どうも、あまぐりです。今回はですね、あまぐりチャンネルにしてはもう初めてぐらいの、もうたくさんのカメラだったり照明だったり、もうたくさんの大人の方々に囲まれてということで、何やっていくかと言いますと、パソコン工房さんの自作パーツセットを使ってゲーミング PC を作っていきたいと思います。イエイ。ありがとうございます、拍手。ということで、今回使っていくものなんですけど、こちらのインテルの CPU を使ってパソコンを作っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではじゃあ早速 CPU から取り付けていきたいと思います。もう今回一番大事と言っても過言じゃないんじゃないかっていうパーツなんですけど、こちら i5 の14500という CPU を対応している LGA1700 っていうマザーボードに付けていきたいと思います。マザーボードはもうこれ何かなって思う人いると思うんですけど、ここにいろいろなパーツをつけていくっていう感じで、まあ、ピザ生地によく例えられたりしますよね。この時点でかっこいいよね。眺めながらなんかお酒とか飲みたいぐらい、私はここがすごい好きで、自作パソコン作る時とかも、もうここ見えるようにこうアクリルパネルのやつとかをよく選んで使ってますね。で、まあ、ここにここの真ん中の四角いパーツにこちらの CPU を乗せていくっていう感じなので、早速やっていきましょうか。なんですけど、ちょっとその前に、私結構シルバーアクセとか好きで、こういうの手につけがちなんですけど、こういうのつけてると、あの他のパーツに引っかかって折っちゃったりとかする可能性もあるんで、パソコン作るときは外した方がいいかもしれないです。まずこちらのレバーを押して、横にちょっとずらすことでこう持ち上げて蓋を開けることができます。で、この時にこの蓋の上に三角形のマークがついてるんですね。で、こちらの CPU の上にも三角形のマークがついてるんですよ。なのでこの向きで置くよっていう。そして、これロック外したので蓋を開けまして、でこのピンの上にこちらの CPU を置いていくんですけど、まあ、結構繊細なパーツですので、乗っけるときは乱暴に乗っけたりせず、そーっと置きましょう。でこの CPU の裏側も絶対ここ触らないようにお願いします。でこういう繊細な作業がめっちゃ苦手なんで、私ができたらみんなもできるってことです、これは。本当に緊張するな、こんないつも家で作ってるから、作るときたくさんの人に囲まれながら作るなんて、これ大丈夫だよね、大丈夫だよね、うん、大丈夫って思ったら、今度この蓋を閉めていきます。で、ここのロックをかけてぐーっと押し込んで、はい、これで無事 CPU が乗りました。いや、緊張した。ここ一番緊張するんですよね、いつも。じゃあ無事 CPU が乗せ終わったってことで、このまま次の工程いきたいと思います。はい、それでは続いての工程なんですけど、こちらのメモリを挿していきたいと思います。でこちらのメモリっていうパーツなんですけど、これ何かっていうと、よくストレージ容量と勘違いする人とかもいるんですけど、ストレージ容量とは別で、メモリはデータを保存しておくっていうよりも、一時的にこう作業に必要なデータとかを広げておく場所みたいな形で、テーブルとか作業机に例えられることが多いです。今回のマザーボードは、こちら側だけこう開ける形で、差し込んだ後にここでロックするっていう形なんですけど、メモリに限らずですね、マザーボードによってこう取り付け方法が違ったりするので、皆さんがやるときは必ず説明書を見て、その説明書通りにやっていただければと思います。じゃあメモリ挿していきたいと思います。メモリ挿すのもこれ結構緊張するんですよね。結構意外と奥まで刺さってない時とかがあって、そのせいで失敗するみたいなこと結構ありましたね。奥まで刺さってないと、こう最初のそもそも開かないみたいな。緊張しますね。カチッていうまで押さないといけないんで、しっかりめに、怖いと思うんですけど、しっかりめに押し込んで、でロックをしてっていう感じですね。大丈夫かな、いつもちょっとこれ怖いんだよな。というわけで、メモリも差し終わりました。それでは次の工程に行きたいと思います。続いてこちら SSD を入れていきたいと思います。今回使うのは 1TB ですね。もう 1TB あったら普通にゲームするとかだったらまず困らないんじゃないかなっていう。私が作ってた頃は本当に昔だから、まだね、こんなちっちゃくて大容量な SSD がなかった。このサイズで 1TB 保存できるってやばくない？
私は今までの作業はある程度やったことあったんですけど、このタイプの SSD を自分で挿すのは初めてなんで、本日一番緊張してます。こちら SSD もなんですけど、メモリもなんですけど、あの切りかけがあって、ここを合わせるようにしてください。これ間違ってね、反対とかに挿しちゃうと、無理やりあれ奥まで挿さないなって言ってやっちゃうと壊れちゃうと思うんで、しっかり向き確認するようにしてください。じゃあ行きます。緊張するなこれ。あ、でも、あ、え、これも刺さってんのかな、これで。そして倒して、これもマザーボードによっていろいろ固定方法が違うみたいなんで、皆さん説明書通りにやるようにお願いします。え、めっちゃ簡単だすごい。多分私自作 PC 作るの7年ぶりぐらいだと思うんですけど、もうここまで何の問題もなくスムーズに作ることができました。ここから先も頑張っていきたいと思います。はい、というわけで続いて CPU クーラーっていうパーツをつけていきたいと思います。まあ、これどういうパーツかっていうと、まあ、さっきね、あの一番最初にはめた CPU っていうのが、まあ、人間でいうと脳みたいな形でいろいろ処理を行ってくれるパーツなんですけど、まあ、人間も暑いと頭働かなくなるじゃないですか。なので、まあ、それを冷やしてあげて効率をもう悪くしない、まあ、しかもまあ CPU の寿命をまあ短くさせないっていう、すごい大事なパーツです。なんでさっき CPU はめた時にクーラーつけなかったのって思う人いると思うんですけど、まあ、この配置見ていただいたら分かるように、こう SSD とかね先に入れないと、 CPU クーラーつけちゃってから SSD 入れようとするとすごいねやりにくかったりするんで、初めて作るよって方は、まあ、この動画の順番通りにやるのがいいのかなと思います。じゃあ CPU クーラーつけていきたいと思うんですけど、今回はこちらのCPU クーラーを使っていくんですけど、皆さん実際作るときは届いた CPU クーラーを見て、その説明書通りに設置してください。じゃあまずはこちらの CPU クーラーを取り付けるためのパーツからつけていきたいと思います。でこれ一回こうマザーボードを後ろ向きにして、で大丈夫かな、これで表に突起が出てきたから、そこにこれを置くと。このパーツを上に乗っけて、これでネジを締める。さらにちょっと自作っぽくなってきたね、工具とか出てきて。もう一箇所いきなりガーって締めちゃうんじゃなくて、こうちょっとずつですね、最初はまあ仮止めみたいな形にして締めて、でこう対角線から攻めていって、全体的に緩く締めてから一つ一つきつく締めていくって感じですね。OK 大丈夫かな。そしたら、この CPU クーラーを取り付ける準備ができたということで、実際にこちら取り付けていきたいと思います。このついてるファンを外して、でこちらの金属のパーツからつけていきます。ここグリースが塗ってあるんで、あんまり触らないように気をつけて、でこっち側につくからこうだよね、向きは。怖いな。OKOKOK。よし、いい感じかな。そしたらじゃあこれをつけると、クーラーをつけていきたいと思います。これはそんなに難しいことないと思うんだけど、それでもやっぱり緊張してしまう。うん、大丈夫だね。 OK、 つきました。そしたらこのケーブルを刺していくんですけど、よく見たら書いてあるんで、そう書いてある通りに刺せば大丈夫ですね。向きだけ気をつけていただければ。よし、 OK ですね。 CPU クーラー取り付け完了です。それじゃあ次の工程に行きましょう。はい、それでは今机の上に大きな箱が置かれてるんですけど、こっからこの中にこちらを移動していきたいと思います。もうこれ見て、これがパソコンですって言われても、えってなっちゃうと思うんだけど、もうこの中に入ったらもうみんなが見たことあるあの形になるんで、一気になんか、わ、
自作 PC やってるみたいな気持ちになると思います。この瞬間私結構好きなんですよね。まず、手前の板を外して、パーツを取り付けたやつをここに入れていきます。で、今回このケースの大きさがですね、普段私が使ってるのよりもちょっと小ぶりなサイズで、ミニタワーっていうサイズなんですけど、動画とかめちゃくちゃ撮っていっぱいストレージぶっ刺してとかしないんだったら、こっちの方がむしろ、ちっちゃくて扱いやすいとか部屋に置きやすいっていうので、ちっちゃいから性能低くなるとか全くないんで、おすすめのサイズですね。普通に実況者やってなかったら私もこっちのサイズの方がいいかもって思うじゃあ差し込んでいきます。ちょっとケーブルとかをね挟まないように気をつけつつ、大丈夫かなこれで、よしよし。そしたらネジ止めしていきましょう。中に組み込んでいくときって結構配線をこう綺麗にしたりとか、こちらのね板も透明になってるんで中が見えるんですよ。だからこの中見たときにこうケーブルがぐちゃってしてるのがいいか、ケーブルが裏側通ってて綺麗になってるのがいいかっていうのも結構派閥分かれて、一番メインするとこだからここの見た目の綺麗さこだわりたい派なんだよな。自作 PC の何がいいってね、こうやって今みたいに作ってて楽しいっていうのもあるんだけど、やっぱこうやって一つ一つ組み立てていくから、どのパーツがどういう機能を持ってて、こういう症状が出るときはここのパーツがダメなんだみたいなのが分かるようになったんで、なんかパソコン壊れちゃったどうしよう買い替えなきゃじゃなくて、あ、ここのパーツがダメなんだ、じゃあここのパーツだけ買い替えようみたいな感じで自分で直せるようになったりとかもするんで、本当に一回経験してみたらハマると思います。あ、でもめっちゃ好きです昔からめっちゃ好きで、で、もともと音楽すごいハマってて、バンド活動とかしてたんですけど、なんか演奏してたんですけど、もともと演奏よりもなんか楽器作る方になりたいってなって、途中からギター職人とかに教えてもらってギター作ったりしてましたっていう感じで、これで固定ができました。はい、それでは、続いて電源を入れていきたいと思います。これもねかなりもう大事なパーツで、こんな見た目してるんですけど、これもかなり大事で、これの、パワーが足りてなかったりすると、ちゃんと動かなかったりとか結構あるんで、ここがね大事なパーツっていうことで、今回はパーツセットっていうことで、そこら辺の相性だったりとか、電源の容量は全部クリアされているので、届いたらそのパーツを組み立てていくだけでいいっていう感じなので、初心者の方にもかなり優しいと思います。まず一旦コード類を出して、ファンが下になるようにしてこう入れていくと、で、あとネジ止めするだけっていう感じですね。よし、わあ、私もできた不器用すぎて崩してきたネジ山の数はもう本当に数知れずなんですけど、今回はねうまく止めることができました。ということで電源装着完了です。はい、そしたら電源をつけたんですけど、このままだったら電源何にもついてないんで、ここから電源を供給していくっていう意味で、さっきのねいろいろ組み立てたマザーボードにこのケーブルたちをつないでいこうかと思います。本当にこれ凝り性な人ここ一番時間かかるんじゃないかっていうぐらい、結構ねこのケーブルの美しさこだわる人とかもいて、私も極力こうケーブルがあんまり露出しない形で挿していこうかな。じゃあここを一旦通したらそのまま倒してで刺していくと、これ間違ったところに刺さないようにしっかり確認しながら、そしたらこのさっき出したケーブルを向き間違えないように気をつけつつ、ここら辺は結構ね難しいことはないと思います。でこっち向きだからこうと、
カチッとなるまで。この調子で他のケーブルも全部つないでいきたいと思います。それでは最後のケーブル、これを挿したら電源の接続は終了ということで、これ最後の1個挿していきたいと思います。もうね、何本も挿してきたから。でもやっぱり緊張するな何本挿してもやっぱ緊張はしますね、挿す瞬間は。向きは合ってますね、これで。よし、刺さったかな。 OK です。今ね、ちょっとここら辺のケーブルとかがあってやりづらかったんで素手でやったんですけど、まあ、皆さんやるときは手袋をした方が安全なんで、手袋をしてやるようにお願いします。というわけでケーブル関係全部刺し終わったんで、次の工程に行きたいと思います。はい、というわけで最後のパーツ、こちらグラフィックボードですね。今回使うのは GeForce RTX 4060MSI さんのね、あのグラボっていうことで、私の一番好きなパーツでございます、こちら。やっぱね、グラボを刺す瞬間が一番楽しい見てるだけでテンション上がるんだよな、この見た目がもうかっこいい。でね、これ横から見た時のこのなんかさ、このメカメカしい感じ、これすっごいかっこいいんだよこれ電源つけたら光るんですけど、その時に当時緑がすごい好きで、緑一色にしたいなって思ったんですけど、だいたいゲーミング系のパーツとかって赤とか緑が全然なかったところ、MSI さんの、GTX960 っていうモデルのなんか記念モデルみたいなやつが、あの緑色で限定カラーで発売されたんで、もうそれを買って、でも中とかパーツ全部緑で統一して PC を作ったっていう思い出があります。じゃあまずここのカバーを外して、でこれをここに差し込んでいきます。まあ、ここもね、あの最初のメモリと同じような容量なんで、まあ、ここまで来た皆さんなら簡単にできるでしょうということで、サクッといきますね、ここも。これがね、楽しいんだよね。これ差し込む瞬間が一番ワクワクするんだよ、本当に。これを上げて、合ってるかな。よし、押し込むと。よしよしよし、入った入った、カチッてなったかな。 OK で、これ結構あるあるなんですけど、今これ差し込んだのが、まあ、グラフィックボードって言ってビデオを出力する系のパーツなんですけど、裏側にね、 HDMI とかディスプレイポートとか、そういうモニターに接続するためのケーブルを挿すための端子が結構あるんだけど、これ今挿したパーツの方に挿さないと、まあ、本来の性能を発揮できないっていうので、これ意外とゲーム実況者でもめっちゃいいグラフィックボード積んでるのに、なぜかここのマザーボードからケーブル挿して出力してる人とかいて、それするともったいないんで、気をつけてください。じゃあ先にネジを締めて、で最後ケーブル挿したら終わりかな。OK、しっかりネジも止めました。最後にこちらの電源をここに持ってきて、これで完成ということで。よし、これで完成。よし、入った、カチッって言った。 OK、 できましたおー、いやー、やっぱこの最後のグラフィックボード差し込む瞬間が一番気持ちいいんだよないやー、できましたね。ただまだ本当にできてるかこのままじゃわからないんで、実際この後動作確認してみましょう。一発で映るのがやっぱり見たいですけど、動画に一発で映ってほしいですけど、映んなかったとしても、まあ、落ち着いて原因を突き止めていきたいと思います。一発で映ってほしい。はい、じゃあ改めまして、こちら今私が自作した PC が今ね、モニターにつながってるんですけど、電源入れた時につくのかどうか確かめていきたいと思います。イエイいやー、この瞬間がね、本当に毎回緊張するんですけど、一発でつくと信じてます。もうこんなね、たくさん用意もしていただいて、素敵なね、もうだったらめっちゃ高そうなカメラに囲まれて、これでつかなかったらもう合わせる顔ないですからじゃあ行きますね。後ろにあるまず主電源をオンにします。この時点ではまだつきません。
で、続いてこちらですね、パワーって書かれたボタンを押すとつくんですけど、さあつくんでしょうか。いきますよ、3、2、1、つくか。すみません、嘘です。嘘です、嘘です、すみません、ちょっといたずらしたくなっちゃって押したふりしました。まだ押してないです。じゃあ押しますよ、本当に押します。3、2、1、ポチ。お、青色に光った、かっこいい LED。 そしてこの瞬間がね、テスト開始されてる時みたいな、免許の筆記試験の合格発表ぐらい緊張するけど、来た、ついた。これはできたってことがいいんですか。あ、やったー、できました。おー、ついた。まあ自作 PC やったの本当に数年ぶり、もう7年とか8年ぶりぐらいだったんですけど、やっぱり久々にやると自作 PC いいなっていう、なんかなんだろうな、一つ一つ緊張するんですよね。やっぱピン折れちゃったらどうしようとか、これ差し込むときに力入れすぎて曲がっちゃったらどうしようとか、すごい緊張するんだけど、完成したときすっごいなんかなんだろうな、興奮するっていうか、興奮するっていう言い方あってるのか分かんないけど、こうなんか自作 PC でしか得られない栄養があるなっていう感じでしたね。一個一個こうやって自分で組み立てたからこそ、パソコン大事にしようっていう気持ちも湧いてくるんで、ゲームやる人一回自作 PC 作ってみた方がいいと思う。ということで、今回はですね、パソコン工房さんの、自作 PC 用のパーツセットで実際に作ってみるという動画でした。はい、それでは皆さん、待ちに待ったプレゼントのお知らせです。私が組み立てたこちら実物が抽選で1名様に届くかもしれないということで、抽選方法は概要欄に書いてあるので、そちらから皆さんどしどし応募の方よろしくお願いします。ちゃんとね、私が作りましたよっていう証拠も込めて、こちらのガラスパネルの方にね、サインを書かせていただきたいと思います。もうサインなしの方が良かったって人いたらごめんけど、まあ、これ今回は書かせてもらいます。緊張するな。でもこっからこのパソコンを受け取って、それでマインクラフト始めて実況者になって、将来コラボするとかもあるかもしれないんで、夢を持ってゲームを楽しんでもらえるように気持ちを込めて書かせていただきます。これが一番緊張するかもな。いきます。おお、今回うまく書けました。よかった。じゃあこれを最後ガラスパネルはめます。よし、じゃあネジを止めて完成。かっこいい。めっちゃかっこいい。こんな感じです。いやー、最高の PC が出来上がったな。買い取りしたいぐらい、プレゼントしたくないぐらい気に入っちゃってるんですけど、この動画を最後まで見てくださった方だけに、まあ、応募のチャンスがあるということで、皆さんね、ぜひぜひ概要欄からご応募お願いします。今回パソコン工房さんの、自作 PC 用のパーツセットを使って組み立てさせてもらったんですけど、まあ、この動画を見てね、やっぱりちょっとハードル高いなっていう人いるかもしれないです、まあ、実際すごい簡単なんだけど、まあ、ちょっとやっぱりハードル高いなっていう方は、出来上がってる PC ももちろんありますんで、そちらもねチェックしてみてください。で、こちらのね、アマグリチャンネルでもコラボモデルを出させていただいてるんで、そのアマグリモデルを買った人限定の特典とか壁紙もついてくるんで、そちらもねよかったら見てみてください。ということで、アマグリの自作 PC 組み立て動画でした。皆さんもぜひ作ってみてください。バイバーイ。